アンナさん、仕事が終わってから毎日何してるんです？俺は毎日恋をしている。冴えない人生を送るお人よしの岡田くん。どの人ですか？運命の人。あんまキョロキョロすんなよ。バイト先のキモい先輩が恋した相手は、お店超かわいい人気者のカフェ店員。私の好きな人岡田さんです。マジっすか？こっそり付き合ってもバレないですよ。大親友の岡田くんが運命の人を奪ったりするわけないもんね。嫌でしょ、チェーンソーでバラバラにされんの。もちろん。果たして岡田くんの恋は実るのか。ヒメアノール。高校の時にさ、岡田ってやついただろ。そいつをさ、今から殺して山に埋めようと思うんだけど。私の周りで変なことがいっぱい起きるようになって。こうなったら徹底的に調べるしかないだろ。俺もお前も人生終わってんだよ。何も持ってない奴が底辺から抜け出すことなんかないんだぜ。あいつやべえんだよ。森田君か。日常と狂気が交錯する緊迫の99分。とても人間の目には見えなかったよ。死ねって言ってんだろ。もうやめよう森田君。お前ら殺したらやめてやれ。ヒメアノール。うっさあ。